ようにしたいなと思っていたり、あとは、まあ、本当にいつかもっと自分が大きくなれたらと思うんですけど、そういう施設を作って、そういう新しい家庭を見つける、そんなお手伝いができたらなと思っています。自分が本当に思っていることを
を本気で叶えるんだっていう気持ちでやってきたので、それがこう大きく埼玉スーパーアリーナだったり自信を持って言わせていただいた言葉だったので、そういうふうに今までやってきたものがあるから、そういう自信を持って前を向ける言葉を発してほしいなと思いますし、それを常にお客さんだけじゃなくてメンバー間にも伝えてもらって、みんなを引っ張っていくので、みんなが安心できる存在で